東北高校出身、東京ヤクルトスワローズのゆうへいです。宮城県代表を応援しています。ありがとう甲子園。高校球児頑張れ。まあ、今まで野球人生の中で、一番濃い3年間です。そうですね、本当に、まあ、競争はすごく激しかったとは思うんですけども、その中でもすごく仲も良かったですし、みんなで、自主練習とかも、助け合いながら、毎日やっていったなと思います。あえて思い出したくない思い出とかあります？思い出ですか？思い出した、あ、これはきつかったなとか、これはちょっとやったな。いや、もう冬のピッチャーの練習はもうものすごくきつかったので、ランニング、体幹トレーニングとか、本当に、まあ、雪も積もっていたので、本当トレーニングばかりやっていました。やっぱり、まあ、うちの高校は部員がすごく多くて、まあ、大半の人が試合に出れない、高校だったんですけども、まあ、その中でも、みんなで一致団結して、勝利のために、みんなで一生懸命、野球をしていて、まあ、そこでやっぱり友情だったり、仲間の、ありがたみだったり、そういうものを感じていましたし、やっぱりチームスポーツは成績だけじゃなくて、そういった、仲間の絆みたいなものが、すごくあるので、いいなと思います。最後の夏は仙台育英にコールド勝ちをして、次の試合で仙台高校に敗れたんですけども、ずっと押せ押せでこっちが、攻めていたんですけども、相手の粘りがこう勝っていて、まあ、2対0で負けたんですけど、まあ、すごく悔しかったですね。そういう悔しさって今も蘇ったりしますか？そうですね、もう今も全然記憶に残ってますし、その時の気持ちだったりどういうこと考えてたっていうのも覚えてます。まあ、僕が中学生の時にやっぱり松坂世代の甲子園を見て、僕も甲子園を憧れたので、まあ、横浜 PL の試合もそうですし、まあ、あの大会の、いろいろな試合はすごく印象に残ってます。4年後にこんなすごい選手に自分はなれるのかなっていう、逆にこう頑張らないといけないなっていうふうに、感じました。まずはやっぱり甲子園に出場できたことはすごく、すごいことだと思うので、あとは、一戦一戦悔いの残らないようにプレーして、勝っても負けても、最後は悔いの残らない、形で終わってもらえたら、いいなと思います。頑張ってほしいです。高校野球は僕らの原点です。